在イラン中華人民共和国大使館は、中華人民共和国が、イランの首都テヘランに設置している、大使館。在テヘラン中華人民共和国大使館とも、2018年1月6日、東、シナ海で、イラン政府所有の石油タンカーサンチ号が衝突して、沈没に至る事故が発生したことを受けて、同月21日に、ホウモリ大使が、 テヘランで記者会見を開き、中国当局が日本や韓国と協力しながら三地方の乗組員の救助活動に従事した旨を説明し、記者からの質問にも逐一回答した。ナンバー73ムーバードドネッシュアベニュー、アグダカ、テラン2019年6月17日より、ツネカが特命全権大使を務めている。ありがとうございます。